国をです。2020年の5月の14日。今日はコメント返し、動画ハロプロですね。ハロプロ関連のところに書いてくれた方々にお返ししていくシリーズになります。国をチャンネルのコメント返し、動画はいつも通りですけど、社会情勢、歴史背景、そしてえっ、ー、と今なんかこんな感じの言葉がタイムリーなんじゃないかというのを織り込みながらお届けしていく感じになります。 ぜひ、ここから見ても楽しめるように作りますので、チャンネル登録の方、ぜひお願いします。もうこれが1000人に行きたいから、協力して。で、そこを叶えていただきながら、付き合ってくれればなと思っています。じゃあ、早速、ご案内していきましょう。今日は、上村あかり動画、もう2ヶ月ぐらい前に撮ったやつですね。それにコメントくれた方々。それと、えー、と小田桜動画、これも2ヶ月ぐらい前に撮ったやつですね。これにコメント書いてくれた方。 それとあと佐藤正樹動画ですねこれは2つ撮ってるんですけどレスも入れてこれにコメ,ントくれコメント書いてくれた方々そして岡市と動画ですね元級と岡市と動画それとそれのレスにレスくれた方で最後はハロードリーですねハロードリーにコメントくれた方々というところをちょっとまあテンポよくご紹介していこうと思っておりますじゃあ早速いっちゃいましょう まず上村あかりですね、えー、お読みします柴田あーこれはまさしさんでいいんですね、えー、ついにハロプロの外見用紙の問題について触れましたね個性的これがすべてを表しているでしょう可愛く綺麗だけどわがままなお嬢さんお断り <laughs> そうなのね。あ,あの爽やかですね これぞ、ハロプロの真骨頂上村さん美貌歌唱力ダンスすべて順調に成長しておりなおかつ天狗にならない最高です国夫さんの見方にすべて同意ですありがとうございますこの時の上村あかり紹介どういうふうに伝えてたかと申しますと、まあ、全部リンク貼っておきますけどあの歌声とにかく僕はハロプロに関して一番のプライオリティ高いのは歌声と思っててその次は音楽性なんですよ で、そういうような見方で、植村ってどんな感じなのっていうことを僕なりに話してるんですね。で、3つ挙げてんだけど、その3つ目に美貌を言ってるのよ。ここまで説明しといて、お前、音楽じゃねえじゃねえかって言うかもしれないけど、ここ重要に決まってんじゃん。だってさ、アイドルで見た目って、の見た目がこれであるからって想像して声聞くようになるわけですよ。最初は全く先入観なかったらいいですよ。 だけどジュースジュース見て知って音楽聴いてファーストスクイーズの話なんかしてるんだけどファーストスクイーズで上村の声聞こえたら上村が歌ってる姿は当然上村以外もだけどね浮か,べ浮かべて聞きますもん。というところでどんどん鳴りはまりが良くなっていったっていう作業ですよ。これは我々がある程度この知能を持ってしまった人間であるがゆえに音に理屈をつけて聞いているそんなところですよね。でそ,こそういった意味で もうね一番リクスっぽくてうるせえけどそういったところで「植村の美貌」っていうのも声に僕は一部入ってんじゃないかなって言いたかったそういう感じですねそう「天狗にならない」ですね上村の性格っていうところでも話しても面白いんだけど、うん、彼女本当にに何か家族なのか環境なのか分かんないけど、うん、もう天が恵んでくれた全ての人を嫌にさせないものを持ってますよ。 だからああいう路線やりたかった子はもう絶対勝負しても勝てないから悔しいとか出るかもしんないけどそういう子はジュースジュースには入ってないんでいい感じってことです。あたす。じゃあ上村はこれでいいかなでついていきましょう。小田さくら動画あ同じですね。柴田正まさんありがとうございます。ひえー気になっていたこと、をニオさんにズバッと言われた感じです。小田さくらイコール横綱、高木段原ダンバライコール大関。これが ハロプロファンの間での暗黙の了解希望的願望しかしいつしか小田さんはモーニングの中の歌手になっているのではない高木さん、段原さんと比べて、えー、連携の中の歌手になっているのではないかと思うようになってしまいましたまさに成長率10%くらいかなと私の思い違いがあってくれとしかしながらここは高木さんと段原さんが想像以上に成長したということなんでしょうかでは小田さんの急速な成長を今後期待 ね、最近見てこのね小田桜動画最近すごく再生されてるんですよまたなんか敵を増やしそうで怖いんですけどあの嫌なこと言ってるわけじゃないからねあの改めて説明しますと小田桜のこの時の動画本音で言う歌についてって僕言ってるんですねで一個やっぱり気になるんだろうけど松浦彩ちゃんのファンだから松浦彩ちゃんのソロで歌ったバージョン「部屋とワイシャツと私」と小田桜のバージョンっていうことに対してあの比較をしてるんですよ それで2016年から2019年のバージョンでの成長率っていうのを僕は10%と言っているでもこれは根拠があってこの,この動画で喋ってますから貼っときますでもこれって攻撃したいんじゃなくて歌手のファンとしてどう聞こえたかっていうだけで小田さくらっていうのはモーニング娘。の中の自分の役割っていうのを重視してこれは当然じゃないですかだって経営者じゃないのにアルバイトで入って経営のこと口出したらおかしいでしょ だから、まあ、アルバイトじゃないんだけど社員で入ってみようかそれで「モーニング娘。」っていう会社に入ったとしたらその会社がやるこういうふうなことやってくれっていうポストについて活躍するのが正解なわけで個人事業主は小田さくらじゃないからそういういいことを言たたかったんですよでその役割としてはすげえ叶えててだけど独立した時に歌声として僕は小田桜のファンだから興味があるよってことを言いたいんだけど僕の言葉が下手くそで届かなかったのかもしれない。 稀に見るバット評価というのがねこの小田さくらとさやしりほにはついてくるついて回るんだそんなことを思いました <laughs> ねでもここ重要なのは高木段原というところと僕比較したつもりはないのよで高木さゆきせっかくですからここ増えておくとどういう歌手かって言ったらもうコントロールもいいしある程度早いターンを投げれるんだけど今自分のパターン例えばスリーストライク取るんだったらどういう投げ方決め玉でやっていくのが自分のパターンなのかなあ 小袋でもいいよあの歌手はこういう風にやってんなそれも試してみようあ、使えるけど今自分使うべきじゃないなとかいうそういう出し入れしてる段階なんですこれは小田桜が言ってるかと言ったら当然挑戦してないから言ってないんですよで段原ルルはどうかって言ったらその高木最強を見ながら宮本かりんみたいなすごくオールマイトプレーヤーっていうんですかもう野手と野手との間に球を落とさせるバッティングさせたらかりんなんかピカイチなんですね だけどそれを見ていながらダンバラルルは自分の今形を作っていくってよりまだパワーとそれと抑えた時にどうなのかあと彼女は本当に内面が可愛い子だから自分の可愛いさっていうところっていうのがまだ自分で出していくっていう感じじゃないんですよ最初から可愛いが持ってて声とのそのギャップがあるんですよね。ダンバラの方がまだ計算した挑戦っていうのののトライが少ないってことです。 だけどもしかして佐伯がそれを築いていて今後ろに下がっていくようなことをやってたらこれ高木ゆき動画で僕喋ってますからそういうことをやっていたらバととかヤフゾーを育ててるる段階みたいいなななクレバーなことにがいるってことなんですよまあまあこういうことをハローの歌手っていうのを僕歌手として見てるんでハローの歌手が今どのポジションで何を考えてやってるかなんてのはすっげー読み,読み込んで聞いてるタイプっちゃタイプっす。 なのでこういう話興味ありましたら引き続きえ何でもお願いします楽しいですありがとうございますじゃあ続いていきましょう、えー、佐藤正樹動画にコメントくれた方々にお返ししていきます、えー、とまずこの最初のオリジナルのね誕生日にあげたやつから返しますねクケさん 佐藤さんはもうチープな言葉ですが天才なんだと思います。一般的には行動を理解できないし、一人の人間が考えられるあらゆるパターンをすべてシミュレーションし、その中から自分が考える最適なものを出しているのではと思います。一般人が考えられるような製品はすでに精査済みだと思いますね。今後の心配は腰や喉の爆弾と大学卒業と同時にアイドルも卒業するのではという不安です。ありがとうございます。 天才説、ね、うーん,うーん僕半分はそう思ってるだけど天才も通りいいるじゃないですかこれは、うん、一般的に例えばね東大でもいいですよ、えー、努力して入った東京大学となんかさらっと入っちゃってる東大とかってあるじゃないでこれは努力型の天才って方が僕らにとっては実は探求するべき興味深いとこで天性の天才って 僕でもありえないと思うけどね天性の天才でもいますよねいるかいないかっつったらいるんですよねでそこはあんまりこのハロプロとかこういう構想の中では考えなくていいやつだと思いますでマー、まあ、ちゃんはどっちかって言ったら僕は後者の方で努力型の天才だと思うなんでかと言ったら彼女最初の2012年13年14年ぐらい見ればいいと思うんですけどそんなに歌とか動きで掴まれてないですよ僕は少なくとも それも佐藤正樹動画の時に話してると思うんですけどじゃあなんで今天才に見えるかって言ったら淡々とそこに対して自分の準備であったり努力を重ねたからのはずなんですよね。それである日突然あ使えるであそのポスト空いてるやってみようって言って一回やってみたのが評判が良ければもっと大人連中はそこにやってみやってみってなってくるじゃないですか。でそこいちいいちち叶えてってててファンもガンガン気づいてって それでで今の佐藤正樹があるんですよ僕これを間違えちゃうと「天才」っていう言い方も何ていうのただ頭ごなしに「天才」っていうんじゃなくてあ積み重ねであるタイミング「天才」って言われる時点に達したなっていうふうになっているヒストリーを読み間違えてせっかく面白い佐藤正樹を見間違えるっていうふな感じなのかなと思いました。違ってたらさせんそ,そんな読みですで これはだかから一般人にも理解できないとかいうととうこころこれは個性の部分でこれは、うん、ある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 個性の部分、うん、でもそれと僕一緒にしなくてもいい音楽的な魅力にはもう到達してると思います先ほどの理由でね,ねでこの最後のところだ心配はね腰のどあと、うん、大学卒業ね学生時代にどういうふうな まあそれはポジティブに見たいけど影響を受けてね探求していく道っていうところの枝葉だったはずがセンターになるかっていうことはあるでしょう。で身体的な部分はもう女性で21ですかとなると自分でケアとか向き合い方っていうのは分かってないといけないんでこれはプロである以上はある程度トレーナーであったりとかね そういういとところと話しながらで作っていっててい,と思いますこれはもうスポーツ選手でも一緒野球でもサッカーでもちゃんとトレーナーつけてやってったんだけどプレー中であったりここやんなきゃってとこ頑張ってった上でのけがとかそういうことですよね。もうこれはもう言ってもしょうがないやつなんでそれであったらあもう十分頑張ったでいいと思います。だけど それがゆえにアイドルの卒業でない場合の自分の中でもう少しやりたいことがほかにっていうことができたんだったら、うん、僕の場合どうだったかで説明すると大学生とか社会人の佐藤真愛ちゃんを応援したいっていうメンタルよりメンタルつかう自分の見方よりモーニング娘。での佐藤正樹を、うん、見たいっていう方が強いから失礼だけどかなり プライオリティ高めがモーニング娘。佐藤正樹を続けてもらいたいっていう気持ちだよね。だかな思ってます、うんね、だから不安の要素は同じようにありますが応援していって彼女が伸び伸びと佐藤正樹らしさが出せるモーニング娘。の環境っていうのをなんかみんなでちょっとずつ積み重ねて作ってあげたいですね。そんな感じです。じゃあ続いていきましょう。ラブ皆さん。 まあちゃゃん期期じゃないよ10期だよだこれあれあでしょ動画中に最初に言ったことでしょ。概要欄に僕,僕が悪いんだけど、ミスは言い間違い多いんですよ。でもいちいち取り直してたり、編集したりしないスタイルでやっちゃってるんで、概要欄に訂正、速攻で貼ってますんで、ぜひそこを確認していただければ。すいません。あと指摘していただいて、ありがとうございます。今後とも、ぜひ気になったところは、お付き合いお願いします。ってな感じです。ありがとうございました。一応、ハートをしておきます。すいません。 で続いてこのレスに、えー、とくれた方々あですねで最近にコメントくれた方にお返ししますからねで久家さん引き続きありがとうございます、えー、松岡真優さんが「まー、あ、ちゃんは卒業メンバーが出るたびに悪魔と契約してそう成長していく」と言っていましたが自分は卒業メンバーによる穴を佐藤さんが自分なりに埋めようとした結果なのではと思いますそこまでのポテンシャルと普段からの努力があるのでは 彼女の才能と努力は表層的な部分を見ているだけではそこが知れないのではただもしかしたら本人でさえその出し方が不安定で卒業メンバーによる穴が、えー、なんきっかけになっているような気もします。ありがととうございまますすこの、ね、松岡さんクラスと申しますか あの影響力結構ありますよねで僕は松岡さんが何と言っててもサービス精神で言ってるんだろうなと思ってて彼女自体はハロごタだともちろん思ってるけどだけどある程度サービス精神で言ってるんじゃないかっていうふうに思ってるんですよ。なんでかって言ったらテレビで言ってるから。でその言葉でしょ。それは編集する人もいるしそれを見越して切り取られても切り取られてくれる言葉を言ってるはずなんですよ。それぐらい 分かってないと女優なんかできないわけだから。そういう人の発言で切り取られた発言だから、僕2枚フィルターかかって届いてる言葉だというふうに解釈してる上でお答えしますけど、マーチャンの見方はモーニング見ている人だとまず二通りじゃないですか。なんか結構マーチャンをそんなに好意的じゃない人とがっつりマーハっていう。で、それが目立っちゃう。だけど、 結構それれ俯瞰で見れてて、僕なんか多分俯瞰派だと信じてんだけどでまー、あ、ちゃんの魅力っていうところ淡々と並べられるでダメなところもあるっちゃなかなかあるから言えるっちゃ言えるでもそれも魅力だと思ってるんですよでそういうような考え方っていうところがあってこの言葉を発しているっていうふうに捉えた方がいいと思うそれぐらいあんまり松岡さんの殺言、他も全部見てみたら間違えてるようなことはあんまり言ってないだけどそのメディア対応っていう ことは分かかかっっっててやってるかなってやるなな感じかな、うんね、だから、あんまりここ、探究しなくてもいいかなと思ってます。何か気になることあったら、質要お願いします。あたす。じゃあ、続いてまいりましょう。えっ、ー、と、おかえちたと、あ、これはまた柴田さん、ありがとうございますね。柴田正史さん、えーと、モーニングのメキシコ公演の後、国尾さん、メキシコのハロプロファンと一緒に酒場で踊ってましたね。やっぱり人生積極的にいかなきゃな。勉強になります。 これ俺、前答えたかな。<laughs> もし2度目だったらすいません開けちゃったからねこれイハロプロナイトを僕が企画したところで、えー、メキシコでも開催していたってことですねうんどこでもいいんですよ歌って踊ってお酒を飲んでコミュニケーションを取れるシチュエーションそこをクリエイトしていくというのがおそらくハロプロナイトがやるべきことで僕はもうその場所の中で偉いわけではなく 一つパーツとして自分ができること、他の人がやりづらいこと、だけども俺がやったら開ける。ここには積極的にやるのは当然じゃないって話。おそらく皆さんも社会、日常ではそういうとこ何かになってるんじゃないですかね。たまたま僕はここっていうことですね。まあ、ハロプロナイトもまたやりますから、ぜひご一緒しましょう。よろしくお願いします。じゃあ次行きましょう。あれだ。この岡井佐藤岡村本丸 えっと船木結ぶ動画レッスンにコメントくれた方ですすお返しますクケさん岡村さんは最近のインスタなどでの動画で多分カメラの向こうにいるお母さんと話す時に普段の顔になりカメラを向いた時にまたアイドルモードになるのが微笑ましいと思いましたねクショーいやーこのね誉れの話はもうほまちゃんほまちゃんでいいんですけど。 誰と話しててたっかいんだ、これ。うん、なんか最近久々にもう歌ってくれなくてもいいなっていう <laughs> やだけどやだよやだけどな何を言いたいかというと動画とかこの1シーンずつ出てきてくれたらああまたかわいいなってね感じなんであんまり意図的に見ないようにしてますもう岡村本まで見ないであの音楽聴くようにしてます。 ちょっと今持ったけどね。ねでも、ほまちゃん話はまたやりましょう。あの、延々、延々勝手なこと言います。引き続きお願いします。あとす。<laughs> じゃあ続いて、ハロドリ。ね。これが今日最後かな。ハロドリに、えー、コメントくれた方々にお返しします。あつさん、歯を矯正するとデビューは近いかな見ましたんで、ハトつけてみます。ありがとうございますね。これ、えー、っとね、 多分夏目ののこと言ってるのかな浜ちゃんとかでも拳,中拳最中でもかなりやってたけどね。うん、夏目は頑張らなきゃいけないところはやめないことなんだけどなんうの女性になる少女が女性になる体のタイミングなのすごくわかるし、うん、今は余計なこと考えないで自分がやりたい歌手のスタイルとか。 ダンスのスタイルとかっていうのをなんか見ていてあんまり力感入れないで振りコピしてるぐらいでもいいと思うなんか夏目がすっげえ歌えて踊れる必要な,いなくてなんかさらっとしれっとある時さーっとできるようになる気がする僕はそうん、見てますもしこれ夏目のこと言ってなかったらすみませんありがとうございましたじゃ続いてえっ、ー、とアンドゥ67さんいつもありがとうございます、えー、昨日溜まってた動画を一気に見ました ハロコン宮城で初めて研修生を意識してみたのですが自分的に印象に残ったのは為永オンさん小野田香織さんあたりかな為永さんはドラムやってただけに独特なリズムを持ってる気がしました小野田さん独特だなぁ笑いと思ってたのですがこの国をチャンネルでタップダンス研究者なのを知り自分的にはつながった気がします最初はノーマークな2人でしたが現場に行くと違う印象になるので面白いですねありがとうございますうん 溜まってた録画ってこれビデオビデオテープみたいな <laughs> そう見てくれて嬉しいですね、うん、でこれ意識して見たっていうのは僕もハロコンとかでも大体いつもはハロコンで見て気になって研修生の普段の発表会ですかとかで照らし合わせようにしてたんですよなので見方ほぼ一緒だと思うんですね「ダメ長はお気づきいただいてドラムやってた」とかもあるかもしれないけど 面白いのはコンニのは中でシナリリオヒストリーやりますよね自分の見せ方表情の切り方にそこが面白いかなあヒストリーじゃないストーリーだストーリーありますねでやり,なやり慣れてる子じゃないところがまた面白くてチャレンジしていて一個ずつあ次これだ次これだってなってる感覚そこが為ら今見てて、えー、気にしてみていいんじゃないかなって思う感じですねであと小野田仮にね 彼女はこの時のハロドリ動画でも僕お話ししてると思うんですけどもうハロオタのニーズハロオタが欲しい構えてるストライクゾーンにもういるんでホームなのか体なのか分かんないけど彼女が普通に投げたらストライクゾーンに入るっていうそういうところはあるだから彼女も余計なこと考えないで自分の体壊さない自分の声はどこに定位置あるかっていうところを探求していくだけで全然いけると思いますね 70%80% ぐらいの仕上がりで僕らは100%に感じるそんな感じだと思うだから150キロ投げれるんだけど140キロ前後ぐらいでうわ速えな来てんな走ってんなって感じるそういうことっすようんそんな風に思うで意外とこのゾーンって昔のハロプロとかから今でいたかって言ったらそんな性質ストライクゾーン投げてんのにジャストのやつが誰だったかってパッと思い浮かばないぐらいな逸材っすよ ゆ,ゆっくり見ていきましょうそんなこと思いましたねこんな感じかなで「くチャンネルねあのハロドリはもう徹底的に責任持ってやっていくんだけど最近ねお家でもビヨンズがねあの早すぎて追いついてないのさなのであのネットで撮れる番組系あと今日やる「ハロステ」とか「タイニー」とかの合同あるじゃないですかあれは一回もう一回特集戻してみようと思ってんの。 のこのおうち自粛期間中でのやり方に意見は持っててあと見てるところでよかった部分もたまってるんで僕も僕でねなのでそれは今夜か明日あのお届けすると思いますってな感じでしょうかじゃ引き続き平日木曜日の夜ですが皆さんと一緒にハロプロライフなんてのを楽しんでいけるきっかけになればと思ってますじゃあまたね